新行市川、日本放送 CP アナウンス室所属のアナウンサー。東京都品川区生まれ、4歳くらいまで、新馬場周辺にて過ごし、5歳の小学校に上がる前に、秋田県に転居。秋田大学教育文化学部附属中学校、秋田県立秋田高等学校を卒業。高校2年時、秋田高校の学校行事である、第2回。 地の探求コンテストにて新業が在籍したチームが優秀賞を受賞し、その時に担任教諭からアナウンサーに向いている旨を言われ、アナウンサーを目指すようになる。日本女子大学人間社会学部現代社会学科に進学し、放送研究会アナウンス部ではアナウンス部長を務めており、DJ ライセンス一級、キャンパス DJ コンテスト優良賞を受賞。また、 アナウンススクールとして、テレビ朝日アスクに通っていた。2015年3月、同大学卒業後の同年4月、アナウンサーとして、日本放送の子会社である、エルファクトリーに入社し、出向扱いで日本放送に所属。東京で高校、同じアナウンススクールの後輩に、同じ所属会社、同局のアナウンサーである、熊谷実穂がいる。同年5月3日、 日本放送ザ・ラジオパーク・イン・日比谷の最終ステージ、あのパーソナリティがやってくる。日本放送・ラジオパーク・歌声・キスサのトークコーナーにて、リスナーへお披露目。その後、同年5月18日、柿花正しあなたとハッピー。内の中継リポーターとして初泣きデビューした。また、内海緑のおしゃべりしましょうの突然の休止という事態で、 同年7月6日からつなぎ番組であるが、地震初の冠番組を担当することとなった。入社初年度からパラスポーツの情報番組を担当してきたため、以後継続的にパラスポーツ競技大会や選手への取材活動を行っており、不定期でウェブ連載記事として配信している。その背景もあることから、2016年リオデジャネーロパラリンピック、 2018年ピョンチャンパラリンピックの現地リポーターを担当してきており、過去の取材の集大成でもある2020年東京パラリンピックも、同局から2020年東京オリンピックへ、ジャパンコンソーシアムのラジオ実況に派遣されていた、同局報道スポーツコンテンツセンターのアナウンサーで、ある荒井川雄二とともに、同局リポーターとして重段的に出演して、リポートする。 ラジオインターネット動画配信ラジオテレビ、ありがとうございます。